サンジョン・ペルスはフランスの詩人、外交官。本名マリー・ルネオ・ギュスト・アレクシ・レジェ、略称はアレクシ・レジェ1960年にノーベル文学賞を受賞した。サンジョン・ペルスはフランス海外圏のグアドループのポアンタ・ピートルで生まれた。父親は弁護士でグアドループに住んでいた。ペルス一家は自らが所有する二つのプランテーションの管理栽培していた。 1897年、グアドループの議会初の現地出身の議長であるエジェジップレジティミウスは入植者に対する報復的政策を打ち出し経営が成り立たず、ペルスの家族はフランスに引き上げ、ポーに住むこととなった。ペルスはフランス本国には疎外感を抱き、ハイキング、フェンシング、乗馬、セーリングなどのスポーツにのめり込むようになっていった。1904年、 バカロレアを得て、ボルドー大学で法学を学び始めた。また文化クラブに顔を出すようになり、そこで、フランシス・ジャム、ポール・クローデル、オディロン・ル・ドンナットであった。諸女作であるロビンソン・クルーソーの翻訳を出版し、次に、ピンダロスの翻訳を手掛けた。1907年、父親が亡くなり、家庭の財政状況が厳しくなって、大学を退学したが、学位は取得することができた。 1910年に詩集イロッチスさんを出版した。1911年フランス外務省に入り1年目はスペイン、ドイツ、イングランドで勤務。第一次世界大戦が始まると報道担当となった。1916年から1921年にかけ北京のフランス大使館で勤務。1921年ワシントンで行われた 軍縮会議に出席した際に、首相だったアリスティード・ブリアンに見染められ、秘書となった。パリでは、アンドレジットや、ポール・バレリーの主催する、文芸サークルや、イーゴリスト・ラビンスキー、ナディア・ブーランジェ、フランス・ロクニング・ミラーがいた音楽サークルに参加した。同じ外交官、詩人ポール・クローデルとは、指定として深い交流関係が続いた。1924年、 サンジョン・ペルスというペンネームを初めて用いてアナバセ遠征を出版した。1932年にブリアンが亡くなりフランス外務省の要職に就いた。1933年から1940年にかけ政府の不安定な時期に外務省事務総長を務めた。1938年に行われたミュンヘン会談では首相エドワール・ダラディエの図員となり、 チェコスロバキアのドイツへの領土の譲渡に反対したが、失敗に終わった。ナチスドイツのフランス侵攻の最中の1940年5月18日に、ポール・レノー首相によって解任され、フランスを離れアメリカ合衆国に亡命した。ビシー政権は、レジオン・ドヌール勲章を剥奪し市民権も奪った。パリのルスタクは占領してきたドイツ軍によって荒らされた。サンジョン・ペルスは、 アメリカ議会図書館に勤務するまで、しばしば財務困難に陥った。エキシールルタクは、その時の作品である。後に、ハーバード大学でも教えるようになった。戦後名誉回復されたが、アメリカメイン州など、北米各地を転住しつつ止まった。1957年、プロバンスに別荘が提供され、フランスとアメリカを行き来しながら生活した。1958年に、 裕福なアメリカ人、ドロシー・ラッセルと結婚した。スウェーデンの外交官で、第2代国際連合事務総長のダグハマー・ショルドと深い交流があり、ノーベル文学賞に推薦したのも彼である。近年、英語版の往復書館、ザ・ポエット・ザ・ディプロマット・私学と外交が出された。1960年度、ノーベル文学賞を受賞した。1965年、 ダンテ生誕700年記念式典で講演した。1975年にプロバンスの別荘で亡くなった。ありがとうございます。